日本最初のオリーブ園、日本で一番最初にオリーブを始めたところのレストラン。2回目の訪問でや、ここですね、勝利されたな。ペット同伴のみのテラス席がある、ベランダ席っていうのかな。おおさんじゃ、次あ、景色涼しい、景色ええな。どないやったっけな。すいません、パスタ食べてる。そうめんも食べてる、錦そうめん。電話がかかってきて取れなかった。あ、オリーブ牛のひしお丼。オリーブ牛のひしお丼ねやで。これをドド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 とかけて。仕事の電話。忘れ物だよ。あれ、オリーブやったの下やったっけ、うん、右側のところな。オリーブの右側見に行って、ええのがあったら。じゃあ、俺セクに乗れていい。ええよ。あの下のベランダみたいなところで醤油ソーダ食べ飲めへんの前来た時飲んで、そまずかったんじゃんか、微妙な味やったね、確か。醤油はどこだみたいな、なんか醤油どこってなった気がする。醤油これ何？ギャラリー。ギャラリー？あー、地元のなんかかな、アーティストなんですか。お景色ええな。イサム野口と遊ぼう。なんか あるわ向こうに。あ、こっち値段安いな。全然ちゃうな。うん。全然ちゃう。どうせやったらあれ、なかなか育たんから、ちょっと大きめの方がいいんちゃう。何が？オリーブ、前2つ買うて1つ死なしたよ。あれはたまたま死んだ。まあ、キャンプ行ってる間にな。ここでこうたっけ、なんか上でこうたような気がするな。これ見た感じやったらな。上でこうてるわ、オリーブ。うん。
で1年生から1年半ぐらいなんです。はいはいはい。もう 2,3 年ぐらい経ってるかなっていうキロ大きさではあるんですよ。 2,3 年でこのサイズ、はい、そうですね。もっと大きくはなってくるんですけど、太くなるのに年数かかります。はいはい、うん、で元の木がこんなに細いのもありますよね。なので刺し木なんで細いのもあれば太いのもありますよね。はいはいはい。その分やっぱり年数経ってもこっちの方が早く太くなりますよね。うん、うん、なんでもう本当に育ててからの年数の違い になりますね。5年ぐらい前にね、はい、2つ買ったんですよ、はい、で、いや、で、あの一つはね、そのキャンプ行ってる間にまだちっちゃい、はい、買ってすぐの時ね、はい、ちょっと枯れてしまって、はい、で一つは生き残って、はい、背は高いんやけどね、はい、細いんすわ。あ、まだね、多分ね、細いと思う。もうこのぐらいの木でただ背が伸びます。もうとにかく伸びていくから、そうちょこちょこ切るんやけど、ビヨーって、うんうん、もう10年経ってるんでそんなに太くなんない。あ、そう、うん、ですから育ってるんであれば木自体は育っていってるんで、うん、はいはいはい、それでいいかと思いますけど、うん、専用のこう向いてる肥料とかあります？いや、特別にこの肥料っていうあの限定はないんですよ。はいはいはい。ですからもう普通に伸びてきているんであれば、まあ、その肥料で合ってると思います。うん、もう細いのいっぱいピューッと。そのところは、ね、全部細いんですよ、うん。ですからそれを切っちゃうと今度お花が咲かないんですよね。はいはいはい。うん、お花が咲かないと実がつかないんですよね。うん、で実をつけるためには最初に2品種買ったんだと思うんですけど、そうそうそう、1本枯れているんであれば、あのなかなか1本だけだと実がつきづらいかと思います。あの一軒隣にもオリーブがあってね。あ、そうですか。それはもうだいぶ大きい、あのふあれぐらいぶっといいんですけどね、はい、そこはもう実がついてて。そうですね、その木の方が多分年数経っているんで、その花芽の部分が多分出てきてるんだと思う。だいたいこの小さな苗でも3年から5年ぐらい先でやっとお花が咲く芽が出るんですよね。そうそう、ちょうど5年目ぐらいで ね花咲いたんですよ。ですよね、うん、それがあの成長は合ってるはずなんですよ、うん、花咲いたけど実がつかんかって、うん、ということはもう一種類がないからです。隣のじゃ無理なんですか、遠すぎるんですか。隣のがね、品種が違っていれば結構ね、花粉、風が吹くと飛んでくるんで、はい、あの違う品種を植えてるんであれば可能性的には実がつくんですけどね、はいはいはい、ただ咲く時期が5月末から6月初めの期間で、風がしっかり吹いてくれれば、うん、飛んでくる可能性はありますね。やっぱり近くに1本はやっぱしもう1個いることですよね。そうですね、それだったら違う品種がいるんですよね。何こうとかも覚えてない。何がお買い上げ